どの線路ですよいしょ。こうね、操車場、まあ、車庫とか行ったりしますけど、ありますよね。で、ここの一部をですね、発電所を作る、もう許可を与えていいと思います。要するに全部を東電から買ってたからこうなるんですね。安定供給だと言ってて、安定供給じゃなくなるんですから、これから。で、不満出ますよ、周辺の住民から。で、近いところは大きいソーラーパネルをね、屋根につけてあげて、あなたのところ停電ないよ。もうちょっと離れた中央ぐらい、遠くに行くと小さいのつけてあげますよというふうなことをして解決するしかないんです。